4アンドロステンジオールは、テストステロンに変換するアンドロステンジオールである。変換率は約、約15.76%であり、異なる、酵素経路を用いることから、アンドロステンジオンのほぼ3倍になる。代謝の過程で二次方向属化が起こるが、エストロゲンには直接変換されない。強いアンドロゲン活性を持つジヒドロテストステロンには、代謝されないため、 四アンドロステンジオールのアンドロゲン活性は弱い。四アンドロステンジオールは構造的に五アンドロステンジオールよりもテストステロンに近くアンドロゲン活性を持ちアンドロゲン受容体の弱いパーシャルアゴニストとして作用する。しかし比較的低い固有活性のためテストステロンやジヒドロテストステロンのようなフルアゴニストの存在下では四アンドロステンジオールはアンタゴニスト活性を 示すようになり、むしろシプロテロン作産のような高アンドロゲン剤として振る舞う。パトリック・アーノルドは、1999年に人体中のテストステロン濃度の向上のための4、アンドロステンジオールの利用の特許を取得した。ありがとうございます。